本国自由民主党参議院議員の有村治子です。この度台湾の皆様がコロナウイルスに苦しむ日本に200万枚のマスクを送っていただいたこと、本当に嬉しくありがたく思います。今回も感染症の対策で素晴らしい成果を上げている台湾の知見に世界が学びたい、その意味で WHO の台湾のオブザーバー参加を我が国日本は明確に支持しています。